ご視聴ありがとうございます。トロフィー大塚です。どうですかこの T シャツ。最近新しくハレリアから出たんですけども、怒るハレリア君、こちらですね、まあ、ハレリア通販で売ってますので、ぜひ欲しい方いらっしゃいましたらご購入ください。というわけで今回ですね、新しいデッキ、前はね、闘争対戦でも戦慄のひげ寿司がね、レガシーですっごい活躍してるんですけど、まあ、それをね、スタンダードでも強く使いたいなということで、今回はザ・アルカリストというデッキを紹介したいと思います。まあ、デッキリストはこちらになります。デッキ構成は、白黒赤のマルドゥカラーで構成されたビートダウンデッキになっています。そしてもちろんキーカードは戦慄宗の秘技術師、これがね本当に強いんです。攻撃するたび自身のパワー以下のコストの呪文を墓地からただで唱えられるという強力なクリーチャーで、このデッキは手札破壊や除去を使い回しながら攻撃を仕掛けていきます。デッキの中にはパワーを上げるカードが盛りだくさん。パワーが上がればアングラスの暴力や屈辱、魔性といったカードも唱えられるので、攻撃しながら相手の盤面をボロボロにできちゃいます。それでは早速対戦いってみましょう。さあ初手は、お、脅迫から秘技術師で再利用と動けますね。キープします。さあもちろんアンタップインからの脅迫、相手は赤単ですね。まずは魔術師の稲妻から落とします。これで秘技術師も生き残りやすくなったかな。相手強心的先導者、ここで1点ターンをもらって、もちろん戦慄宗の秘技術師、火力は引かないでくれよ。さあ相手、お、ビーアシーナのグレンツしか生き残りましたね。さあ秘技術師で攻撃して脅迫を再キャスト、実験の狂乱は使わせませんよ。さあここ相手はブロックはなし。いやタフネス3ガルの硬すぎてめちゃくちゃ強いですね。さあ相手2体攻撃で3点、そして鎖回し、ここはランドセット4マナでオレリア。ここは鎖回しいますし、まあ、こっちに呪文も落ちてないのでターンエンドします。さあ相手はどう出てくるか、ここは溶岩走り、そして鎖回しもう1体か、そして前のターン召喚した鎖回しで攻撃、オレリアまだちょっと失いたくないのでターンをもらって、さあ秘術師とオレリアの力をお見せしましょう。さあまずは屈辱、鎖回しを破壊、そして戦闘フェーズオレリアで秘術師を強化、パワー3。さあタック、墓地の屈辱を備えます。もう1体の鎖回しも破壊、しかしこっちはライフが危ないな。相手は2体でアタックか。とりあえずグレンズ氏をオレリアでブロックします。うん、ショック打ってきましたか。さらに洗脳者で1点飛ばして、除去されてしまいましたね。ここはオレリアもう1回出して強化、ライフを詰めていきましょう。さあ相手溶岩走りでアタック、もちろん通せません、ブロックします。稲妻の一撃か、オレリアを打ち取ってきましたね。では暴君潰し、サムトを出します。マイナスで強化&戦術、お、受け散ら、これはトップそのままで、そして3点ダメージ、溶岩走りか、ライフ残り4、やばいな。まずはサムとマイナス戦術して、これは下です、アタック3点、そして永遠神オケチラ。相手はグレン術師、ライフ残り2ですね。ですがこれで消えます。魔性で1体除去してサムトで強化、戦術は、下で、ダセントフェーズ再び魔性、これでブロッカーはありません。オ
ケチラ2段攻撃合計6点息ずつ回して無事勝利です。さあ初手はまた脅迫ひげ打ちセットありますね。ヒープです。相手は島セット精錬の嵐沈め。なおたんか。とりあえず手札を除きましょう。青タンは確定、打ち消しを捨ててもらいます。相手は嵐沈め追加でアタック1点、ターンをもらって、ここは戦慄中の解体者。さあこいつは放っておけないですよ。アタックは、ブロックされて相打ち。もう一体の嵐爪を水連れにしましょう。相手は対応して、あ、選択、潜水じゃなくてよかった。ダメージ解決、綺麗に一人交換できましたね。こいつ強いな。さあ相手はプテラマンダ、そしてランドセット、さらにもう一体、墓地のスペルは、まだ相手順応できないですね。ここは右打ちを出しておきます。アタックで2点もらいます。ではこちらターン自己出します。アタックで脅迫を再キャスト、さらにターン軸の強度で強化、呪文貫き。まだマナが伸びてないのでここで使わせるのはいいですね。相手はランドセットで順応、6点パンチです。ですがアングラスの暴力、まずは1体生贄にしてもらいましょう。そしてアタック、2度目のアングラスの暴力唱えます。もう1体も除去。いや強度がめちゃくちゃ相性いいですね。ここで投了です。もうあの稼ぎまくりでしたね。ザ・アルカニストいかがでしたでしょうか。それではデッキリストを見てみましょう。序盤は戦慄衆の解体者かひぎずし、どちらかを出した上で動きたいですね。ひぎずしなんですが、素の状態でも脅迫を使い回すことができるので、まずは脅迫、そしてひぎずし、アタックして再キャストっていう動きはこの2枚で完結していますし、相手の手札を見た上でゲームプランも組み立てられるので積極的に狙いたい動きです。そういったようにひぎずしはアドバンテージを稼げる強力なクリーチャーですが、自分の再キャストにこだわりすぎないのも重要です。個々のクリーチャーがサイズをアップする効果を持っていて、シンプルにライフを削る能力が高いんです。なのでどう攻めていくかっていう選択が結構あって、やり込み要素が高いデッキです。次にサイドボードにおすすめのカードを紹介します。1枚目は復讐に燃えたケツをソリ。自分のターン中にクリーチャーとプレインズウォーカーに反抗を付与するので、1戦目のアガタンなどライフをガンガン攻めてくるデッキへの対抗策になります。またマイナス効果は墓地からクリーチャーを復活させるので、敵からの立て直しじゃ長期戦が可能になります。次に火の尽滅ですね。これはコスト4以上のパーマネントを追放するインスタントです。ゴマのテフェリーや再燃するフェニックス、また大型クリーチャーなどにも有効です。マナコストが2なので、ひげずしの再キャストも十分可能なのがいいですね。戦慄衆のひげずしは軽くて使いやすいスペルが増えるたびに強化されるカードです。そして基本セット2020も発売が近いので研究しがいがあります。ぜひこのザ・アルカニスト組んでみてください。それではここまでになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価の方よろしくお願いします。